ポリ袋1枚でこの米もチキンもポテサラもあっという間にできちゃうんです。 SNS で超話題のこの万能ポリ袋、アイラップの活用方法を紹介します。1つ目、スタージ冷凍。お肉や魚をアイラップに入れて、調味料を入れて、このまま冷凍することができます。休日にこのストックを作れば、平日のご飯作りがとても楽ちんになります。ハンバーグなどの肉ダネを作る時も、袋の中でこねれば手も汚れないし、洗い物も減らせます。2つ目、湯煎調理。料理ごとに袋を分けて湯煎すれば、同時に複数の料理が作れます。とっても時短になります。3つ目、レンジ調理に。ブリの照り焼きやナスの煮浸しだってレンジで簡単にあっという間にできちゃいます。アイラップを使った平日5日間の我が家の献立はコメント欄から。